ジョン・ノールズ・ペイン。ジョン・ノールズ・ペインはアメリカ合衆国の作曲家。管弦楽曲の作曲によっておそらく初めてアメリカ国内で名声を博した作曲家であり、ハーバード大学音楽学部の開祖である。アメリカ合衆国で最初の音楽学の教授と言われる。メイン州ポートランドの楽器商の息子に生まれ、幼児期より店内で宣伝とデモンストレーションのための演奏を行っていた。やがてドイツから亡命してきた音楽家ヘルマン・コチュマーに正式に鍵盤楽器演奏と作曲を学んだ後、ピアノ教師として立ち、1857年に最初の公開演奏を行った。翌1858年に作曲の研修を志すと、地元の有志によって募金が集まり、これによって渡欧が可能になった。同年のうちにベルリンに赴き、オルガンと作曲を学ぶ。同地での留学生仲間には、後にベートーベン研究者として世界的、歴史的に名を残した音楽学者アレクサンダー・フィーロック・セイヤーがおり、セイヤーとペインは同じ下宿で共同生活を送ったこともあった。帰国後は活動の拠点をボストンに定め、ミサ曲2丁調の作曲によって一躍名を挙げる。1873年にはハーバード大学音楽学部設置のために教員として招かれ、また、ニューイングランド音楽院でもピアノオルガン、火星、大砲を指導した。これより、作曲と教育の二足のわらじを履いて、一生を過ごすこととなった。ハーバード大学着任後が、作曲家として最も実り豊かだった時期で、2曲の交響曲と古典ギリシャ語劇、選手オイディプス・オイディプス・プテラノスのための前奏曲と、男性合唱などを作曲、また、ピアニストとして、まだ当時のアメリカ合衆国ではさほど重視されていなかったショパンやシューマンの作品を本格的に紹介した。ペインはボストン学派の開祖の一人であり、作曲家としてはおおむねベートーベン中期の作風や音楽語法にのっとっていた。交響曲第一番派単調作品23はブラームスの最初の交響曲と、同時期の1875年に完成されており、いくつかのベートーベン作品から盛んに楽譜を引用することによって学生に畏敬の念を表している。一方、交響曲第2番イ長調作品34はドイツ語で春にインフーリンという副題が掲げられ、ベルリオーズやヨアヒム・ラフラに倣ったものとしてはアメリカで最初の表題交響曲が試みられている。ペインはいくつかの作品では、スコットランド系、アイルランド系の民族舞曲のリズムを利用している。しかしながら、アメリカ民謡特有の民族音階にはほとんど関心を示していない。オーケストレーションの技法は、取り立てて独創的でも、色彩的でもないものの、非常に手堅く、強い気迫がこもっている。このためペイン作品の中では、生前から現在まで、管弦楽曲ないしは管弦楽付き合唱曲が注目されてきた。ピアノ曲やバイオリンソナタロ単調などの室内楽曲も残されてはいるが、同時代のヨーロッパの水準に比べると相違に乏しく、おおむねウィーン古典派からフンメル、ジョン・フィールドの模倣に止まっている。ペインはリンカン大統領の熱心な支持者であり、1865年に同大統領が教団の手に倒れた際には、管弦楽による追悼作品の作曲を構想していたが、ピアノのための早々行進曲を完成させるにとどまった。作曲家としては非常に保守的であったものの、ペインは同時代のドイツ音楽の発展に常に注意し、リヒャルト・シュトラウスの作品にも熟知していた。門下にはアーサー・フットやジョン・オールデン・カーペンター、フレデリック・コンバースなどの作曲家がおり、ボストンの女性作曲家のパイオニアエイミー・ビーチの初期作品にも助言を与えた。1906年にマサチューセッツ州ケンブリッジにて急逝。その後、未亡人によりハーバード大学にジョン・ノールズ・ペイン研究旅行奨学金が創設された。ペインの作品は同世代の他のアメリカ人作曲家に比べると作品の復刻が遅れている。ありがとうございます。